空中扶養、空中扶養、空中扶養、レビテーションとは、物体、特に個体が空中に留まること。重力に逆らっているようにも見えるが、基本的には、重力以外の他の力によって支えられている。また、空中扶養とは、何らかの作用によって物体が空中に留まることである。地上では、あらゆる物体に重力がかかるため、空気より、 同体積で、重い、比重すべての物質は地上に落下して、そこにどる。それが地表を離れた位置にあるとすれば、それは、何らかの力が重力を打ち消しているか、相殺しているからだと考えられる。通常は、上向きの力が働いており、その力には、様々な種類がある。他方で、人間が、空中浮遊する話は、一種の奇跡的な行いとして、 各地に伝わっている。また、ヨガや心霊主義などの神秘主義やオカルトの世界で報告されていたり、技術や SF の題材になったりしている。一般的に物体が重力に逆らって空中に浮かび上がる際に利用する力としては、空気に対する浮力や磁力同士の反発力、引力と積力が知られているが、その他の物理現象としては、 磁場中の超電導体が起こすマイスナー効果がある。磁場同士の反発の場合には、リニアモーターのようにいくつかの磁場を調整して、物体を一定の場所に止めるようにしなれば、静止的な空中不要にはならない。ただし、超電導体が第二種超電導体の場合は、磁場に対する反発力とは別に、超電導物質内の不純物に由来する、常電導による支持力の発生がもたらす。 ピン止め果てと呼ばれる空中に固定された状態が発生する。玩具としては永久磁石による空中不要する駒、独落が商品化されている。磁石の内蔵された駒を専用の台の上にプラスチック板を置いてその上で回し、その後に少し持ち上げると空中に留まって回転する。しかし、そのように回すのはかなり難しい。駒が 台座からの磁力によって空中に固定される空間が限られており、それ以外の場所では逆にコマが引かれたり吸い付いたりしてしまうためである。また、静電場による反発効果を利用した用のクラフトもかけられた電圧強度によっては浮遊することが知られている。この他にも作用、反作用に基づいて何か質量のある物質を噴射しているホバリングと呼ばれる状態では、 物体が発する、噴射力と物体にかかる重力などの他の力が、釣り合っている場合に物体が空に静止することになるが、こちらは、一般に、空中不要とイメージされる範疇には含まれない。なお、ホバリングを行うものとしては、ヘリコプター、垂直離着陸機、ホバークラフト、噴射力を極めて精密に制御している、ロケットなどがある。また、いわゆる静止衛星では、 地球側に落下しようとする力と衛星軌道から宇宙に脱出しようとする力の均衡状態が利用されている。ただし、静止衛星は速度が変化するなどして、所定の衛星軌道、静止軌道から外れると、たちまち地球に向かって落ちてくるか衛星軌道から弾き飛ばされる人工衛星。この静止衛星の原理は地上からの距離、 赤道からの高度約3 5 7 8 6トルがあることもあり、一般に言うところの空中不要のイメージからはかけ離れている。なお、物理学の立場からは、工術のヨガや心霊主義における空中不要は未検証な現象、あるいは疑似科学の範疇だとみなされている。動物には希少能力のあるものがあり、その中にはホバリングをするものが含まれる。 具体的には、希少の可能な動物の群は、現生では鳥類、コウモリ類、昆虫類の3つしかない。これらはいずれも羽ばたきによって飛ぶものである。ホバリングが得意な動物としては、以下のようなものが挙げられる。要、ガヤ神霊主義などの神秘主義やオカルトの伝統においては、人体やテーブルが空中に浮揚したという報告が数多く伝えられている。しかし、 皇帝派が証拠の写真を示しても否定派からトリックだと批判されるなど論争が起こることも多い。歴史を紐解いてみれば、グノーシス主義者で魔術師のシモンマグス、チベットの修行像の見られパ、カトリック教会の聖人のトマス・アクイナスやクペルティーノのヨセフなど、様々な聖者や修行像について空中扶養の逸話が伝わっている。また、 人間が浮遊したり飛行したりする話は、その他の伝承の中にも枚挙に暇がないほど見られ、その類型は、有史以前の神話時代にまで遡る。これらの逸話は、現代の実証主義的な科学観に基づいた、民族学や社会学、心理学などでは、ある種の空話やトランス状態における主観的な幻覚だと見なされることもある。訓練されたヨガ行者、ヨギの中には、 意図的な思考や偶発的な作用によって自身の肉体を空中浮揚させる者がいると言われる。例えば、パラマハンサヨガナンダの著書、あるヨギの自助伝の第七章には空中浮揚するヨギの話が出てくる。また、ヨガの修行を中心的な教義の一つに据えていたオウム心理教は1985年頃のオカルト雑誌ムー当時は 宗教法人改善の中などで、教祖の不養と称して、朝原昌光が空中不養していたされる写真を公開していた。これに対し、オウム心理教に批判的な弁護士である、滝本太郎は、これは、ヨガの修行法の一つである座禅を組んだままでの跳躍、ジャンプをストロボを使い速いシャッタースピードで空中にいる、瞬間だけを狙って、写真撮影することで、 あたかも連続して飛んでいるように見えるようにしたトリックだと主張し、滝本自身が空中浮揚しているように見える写真を公けしている。事実、朝原の浮揚写真では髪が逆立ち、力んだ表情が見られ、単なる跳躍であることが指摘されている。ヨガ行者でありヨガの指導者でもある、ナルセマサハルは、著書、空中浮揚。 くんだりにいようがなどやウェブサイトの中で自らが空中浮要した際の体験や写真を公表している。しかし、現在は外面的な現象にとらわれる修行の段階を通過したため実演などは言っていないという最後に写真として撮影されたのは1990年4月のもので動画は残っていない。心霊主義においては高齢界においてテーブルが 空中に浮揚する現象や霊媒の肉体が宙に浮かぶ現象が知られている。テーブルの浮揚現象については霊的な存在が霊媒から発されるエクトプラズムを通じてテーブルを持ち上げるためだと心霊主義では説明される。また霊媒であるダニエル・ダングラス・ホームやコリン・エヴァンズは自らが空中浮揚する姿を多くの人々に目撃されている。 空中不要は、技術の減少、記述用語、様々な手法によって表される状態。表現のテーマの一つ、記述現象による分類参照でもあり、観客にとって不可思議な扶養現象を、実際には合理的な方法によって実現している。扶養させる対象は演目によって様々であり、例えば、クロースアップマジックでは丸めた紙幣を扶養させる。 フローティングビルや体の周りでカーを飛行させる UFO カードなどがあり、ステージマジックではボールを扶養させるゾンビボールや杖を扶養させるダンシングーンなどがある。また、イリュージョンでは演者や助手の人体を扶養させる演技も行われる。これらは物体が何の支えもなく浮くはずがないという一般的固定観念からすると非常に奇妙な状態となるため、このような演目は 古くから存在し、例えば、ロープマジックにおける、ヒンズーロープなどはすでに14世紀のインドで行われていたものが記録に残っている。技術における、冬現象は前述の心霊主義的な演出で行われることもあるが、これは、メンタル、マジックと言われる。これらでは、高齢会で霊がラッパを鳴らしたり、ボールを浮かせたり、したとする逸話習って、これをなぞって見せるものや、 あるいは工場として、観客の目の前の現象が、心霊的な力や超能力によるものだとするなどで、ある。サイエンスフィクションの範疇では、いわゆる反重力などが、空中不要のための技術として位置づけられる。重力に反発する力ないし、上に向かって落ちようとするような逆方向に働く重力などして描かれる。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。